半身バハムト。なんという大きさだ。おじい様はこんなものを相手に戦ったのか。思った以上に再生が進んでいるわね。急いで高速艦を停止させましょう。おじい様。いいえ、違うわ。お前はバハムートの信者。奴に生かされているだけのおじい様の幻影。優しくて正しくて大好きだった。私のルイズはおじい様じゃない。警告を聞けぬ愚かな孫娘よ。わしを否定するならば、お主らに正義があるというのか。正しいと信じたからここへ来たのです。エオルゼアを守るために。万神バハムートという脅威を見過ごすことはできない。5年前、おじい様は命を懸けてバハムートと戦った。これはあなたの正義でもあったはずだ。さような目先の争いがわしの正義とな。ならば聞け、愚かな孫たちよ。第三西暦の終わり、南方大陸メラシディアはアラグ帝国の侵略を受けた。人は暴虐の限りを尽くし、尊き大地が奪われていく。彼の地に住まうドラゴン族は救いを求めて祈った。始祖たる七竜バハムートにな。祈りは始祖を神に変え、死の淵より呼び覚ました。だが人はこれをも利用した。己の主我のためにさらなる非道を歩んだのじゃ。わしはかつて第七霊祭の到来を防がんと救いを求めて十二神を下ろした。その心とメラシディアのドラゴン族の心に何の相違があろうか。選ばれた種であるという人のおごりこそが種我を増長させ、他への理解を失わせる。そして自ら目を伏せて真実を閉ざすのじゃ。人という存在がある限り、ドラゴン族の憎悪の因縁を断つことはできぬ。ならば人の根絶によって彼らを解き放つ。これがわしの正義よ。そんなのおじい様の本当の望みじゃないわ。おじい様なら決して人を見捨てたりはしない。だって人の強さを信じていたから。人が力を合わせれば正しい道も開けると信じたから命を懸けて守ったんでしょ。ざれ言を。人を信じることこそまこと愚かしい。人は共に歩むどころか分かり合うことさえできぬ。他を理解できぬがゆえに、いたずらに戦火を広げ、惨劇を歴史に刻むのじゃ。現に血を分けたお主らですら分かり合えておらぬであろう。エオルゼアを救済するという大義名分を利用し、おのおのの主我で動く。アラグ帝国のそれと何が違う。共にあれと願って授けた魔導書も無用の長物であったようじゃな。
私たち警米についてはおっしゃる通りかもしれません。ですが、おじい様の口からエオルゼアの人々を否定する言葉は聞きたくなかった。そこまでメラシディアのドラゴン族に肩入れするのはバハムートのテンパードにされたからなのですか？それともおじい様が人を超えた存在となったからなのですか？ほう、その可能性に気づいておったか。わしが何を思い何を成したか、それはエオルゼア神聖の真実へと続く最後の答えじゃ。知りたくば力ずくで暴くがいい。神となりし我が身をほふり真実を奪ってみせよ。偽物でも幻影でもない、私たちの愛したおじい様だ。だからこそ、今度こそおじい様は消えてしまった。でも
これでよかったのよね。ここにおるぞハリゼ、わしの可愛い孫娘よ。おじい様、見事じゃ光の戦士たち。お前さんたちのおかげでバハムートの支配が解けた。わしがルイゾアとして生きる最後の時間を得られたようじゃ。じゃあ本当に、本当に私の知るおじい様なの？おじい様、一度でも本心を疑うような真似をしたこと、どうかお許しください。何を言うかアルフィノ。事実わしは蛮神になりかけたのだ。むしろ賢い孫たちを誇りたいくらいじゃよ。アルフィノ、アリゼ、二人とも世話をかけたな。おじい様、教えてください。さっきの姿は一体第七霊祭で何が起こったのですか？ああ、今こそ語ろう第七霊祭の真実を。あれは5年前、ガレマール帝国とエオルゼア同盟軍が争ったカルテノーの戦いでのこと。ネイルの策略により落とされた月の衛星ダラガブから蛮神バハムートが現れたのじゃ。わしは十二神を召喚してエーテルの檻を作り、奴を再び封印せんとした。しかしあまりに強大なバハムートの力によって檻は砕け散ってしまったのじゃ。わしは残された力で未来に希望を託し、自らの死を覚悟した。
あの時、十二神の檻が砕けたことで、周囲には大量のエーテルが漂っていた。そこに戦っていた人々とわしの強い祈り、滅びゆくエオルゼアの再生を願う祈りがこうして、わし自身が万神に等しい力を得たのじゃ。不死鳥フェニックス、太古より再生の象徴として崇められてきた幻獣フェニックスと化したわしはバハムートを撃った。奴の体は飛散し、エーテルは大地へと還元された。そう、エオルゼアの神聖が始まったのじゃ。わしはすぐに己の力を手放した。すべてのエーテルを大地の再生に使うため、自らが完全なる万神とならぬためにな。だが万神バハムートの執念はあまりに深かった。やつは消滅の間際でわしを食らった。わしは力を手放しきれず、半神ともいえる存在のまま取り込まれたのじゃ。そしてバハムートのテンパードと化した。消滅寸前だったバハムートは、おじい様が手放した力、すなわちエーテルを取り込み、寸出のところで活力を得た。それによって消滅が止まり、地中に体の一部が残っていたのね。エオルゼアの大地が変わってしまったのは、再生の途中でエーテルが還元されなくなったから。さよう、活力を得たバハムートは自己を修復するために、その時点で大気に残っていたエーテルを食い尽くした。だからバハムートは生き延びた。それでも完全には修復できなかったみたいだけど。あの時、すでにエオルゼアの大部分は再生していた。残っていたエーテルだけではバハムートの巨体を維持することはできなかったのじゃろう。だが奴はアラグの仕掛けによって生かされ続けてきた万神。バハムートが完全に消滅しない限り、その存在を維持してきた拘束感が奴の体を探し当てて修復する。地上ではダラガブの破片が刺さっているだけに見えても、この5年、拘束感はバハムートを探して地を掘り進んでいた。そしてこの地中深くで奴の神格を見つけ、現在に至ったのじゃ。光の戦士よ、万神バハムートを完全復活させてはならん。人とドラゴン族、どちらの罪を問うかではない。この地にお前さんの守りたいものがある限り、奴に勝たねばならんのじゃ。それがわしからの最後の願い。どうかエオルゼアを守っておくれ。最後の拘束感への道を開いた。行くのじゃ、バハムートと第七霊祭を真の過去にするために。
アルフィノ、アリゼ、こちらに来なさい。これからはわしに願ってはならない。それぞれの力でかけがえのないものを見つけ守っていきなさい。できるかね？はい、おじい様。私は神聖したエオルゼアと共に未来へ歩んでいこうと思います。アリゼ、お前さんはわしが人を信じていたと言った。心の底に閉じ込められていてもきちんと聞こえておったよ。あれはお前さん自身の気持ちじゃろ。深い怒りと悲しみの先にお前さんはもうかけがえのないものを手にしている。彼らと共に戦い抜きなさい。わしはお前さんの強さを信じているよ。約束します。だからおじい様も今度こそ安らかに。かつて蛮神が散る際のエーテルを浴びることでその力を再現する術があったという。わしは完全なる蛮神ではないが、二人が守りたいものを守れるようにおまじないをかけておこう。アルフィノ、アリゼ、わしの可愛い孫たちよ、お前さんたちの未来に光のあらんことを。最後の高速艦へ。ついにここまでたどり着いたのね。蛮神バファムート、最後の拘束感を止めお前を消し去る。私たちを止めようとしてる？大丈夫か、アリゼ？
力。それぞれの力でかけがえのないものを見つけ守っていきなさい。できるかね？はい、おじい様、今ならちゃんと答えることができるわ。そうよ、私をここまで連れてきてくれた人がいる。エオルゼアの剣として何度も何度も視線を越えて。だから私も信じられる。人の強さを、私の強さを。バハムート、お前にはもう何も奪わせない。おじい様の愛した血を、大切な人が生きる血を、お前の恨みで焼かせはしない！私たちならやれる。奇跡を起こせる。私たちの心は今同じ場所にある。
最後の高速管を停止させるわ。神格を砕かれたバハムートを修復する機構はなくなり、メラシディアのドラゴン族たちも真の眠りにつくでしょう。
に全てが終わったんだ。アルフィノは知っていたのね。おじい様が人を超えた存在になったこと。確信があったわけじゃない。ただ状況から見てその可能性が高いと思っていた。カルテノーの戦いの最後、人々が目にしたのは絶望の光景だったという。そこから世界が申請する方法を私なりに考えてみた結果さ。相変わらず冴えすぎていて嫌になるわね。でもその可能性に気づいたからこそ、私がおじい様に執着することを危険視していた。あなた、真実を知った私が信者になるかもしれないって思ったんでしょ。同行を申し出たのもいざとなったら止めるためね。すまなかったよ、本当に。今となれば無用な心配だったと思っているさ。だが最後に一つだけ確認させてくれ。君は第七霊祭の真実をどう扱うつもりだ。第七霊祭の真実とはつまり、エオルゼアを神聖に導いたのが人の祈りから生じた反蛮神フェニックスだったということ。この事実が知られれば人は再び祈りを捧げるでしょう。未だ混沌としたエオルゼアを不死鳥の力で再生するために。だが蛮神は星の命を食らって権限する。もたらされるのは救いではなく破滅だ。だからこそ祈りを捧げさせてはいけない。エオルゼアを守ろうとしたおじい様を真の蛮神にしてはならないんだ。アリゼ、君のおじい様を思う気持ちが私たちを第七霊祭の真実へと導く鍵だった。だが鍵は扉を開くためにあるだけじゃない。過去を、知られたくない真相を閉じるにもまた鍵は必要だ。おじい様を思えばこそ私たちだけの真実にする。その鍵でバハムートとおじい様の物語を閉じよう。大丈夫よ、今ならわかるもの。世界を守るために必要なのは真実を突きつけることじゃなかった。あの日消えたはずの蛮神バハムートは二度と現れることはない。その結末の他に何かいる？さあ地上に帰りましょう。きっとウリエンジェが待ちわびてるわ。